おっ空気が入るんで、デジメアとかすごいし、ゆるワールド行こうか、めちゃくちゃ綺麗し、いいわし、ほんま勉強になります。お父さんや。相手から決めよう。よくしましょうな。決めてから引き出しましょう。さあ先に形を作ってから巻いてしまうことか。結構巻いてから曲げていっちゃうと全部塩になっちゃう。ああ、そういうこと。ゆるワールドいこうか。ゆるワールド。ゆるワールド。で、入り墨のとこビタビタで上げる感じ。いいやったらもうそのまま右手で。はい。曲げれます？はい。で、ここまで持ち上げろ。うん。よいしょ。上一人いこうか。一人欲しいですね。何年ですか、この作業、腰道具。腰道具、これ、僕は2年ぐらいじゃないですか。3回やってます。僕はそんなに、とりあえず、作業できたら。あらさん、今日倉庫ですね。倉庫ですよ。見てます見てます。今日は頑張ってください。いただきます。これは今1階のエアコンを先につけて2階にみんなで送っていってるっていうんですかね、テープ巻きする前の工程ですね。富電機さんに、まさしさんに、妹さん、松田さん、沼崎さん、フルメンバーで粘着っすか。粘着っす。粘着の方がやりやすいです。こういうところは粘着の方が、外の方が、外の方は粘着の方が絶対耐久的なものですか。室内は非粘の方が、この粘着面にホコリがつくんですよ、はい、あははは。室内は何でもかんでも粘着使えばいいってもんじゃないんですね。そうっす。ありがとうございます。マサキさん何されてますか。4年持ち込んでます。あ、こういうところに入れた方がそこに水が出ていくのがありますかね。まあそうですね、まあ、今回はここに穴開いてるので入れてますけど、はいはい、まあ、匂い上がってくる時もあるんで、エアコンまで。そうそう、はいはい、まあ状況によりけりですよ。ああ、よし悪しですね。そうですね。原さん何してるんですか。修行してます。修行ベテランの見て見て覚えろですね。そうです。見た感じどうですか。めちゃくちゃ綺麗し、手際がいいし、ほんま勉強になります。僕の仕事を改めないといけないんですけど、はい、思わされました。思わすか。テープ巻き作業です。これが3代目で、終盤に近づいてますね。みんな各々の専門家の人も、住宅工事、プラスや、太陽光、はい、で空調電池ですね。プラント、プラント住宅電池入れてないですね。超ご手伝いさん。まあ、これ一応安全帯とかに回した方がいいんですけど、壁汚れたら安心ということで今日は省略してますね。あえて。あえて、もう安心コメントを来る前提で撮影してますね。あそこ、あの、窓の上にね、日食してるんですけど、穴が入ったんで、それを利用して、賃貸ということなんで、穴開けんといてくれってことやったんですよ。賃貸バンドとかは本番つけたりするんですけど、そういうふうに。まあ、ただ、ただ、ただ、元から過ぎたんで、微妙ですね。そのまま今、2階に。今、そこなんやって、手すりで一発ぐらい、多分日食、つけるんかなと。地元リーダーは、指示してくれてますね。日食は下です。バックスリーが行くのも大事な仕事なんで、連携プレス。チームワーク。そうだ、ウィコ。え？そうだ、ウィコ。そう、もう社長、社長ですかね。今、工事の解説は、工事の解説、はい、ここは真似した方がいいよとか、何しない方がいいよとか。あー、あれは真似しない方がいい。あの、まあ、残ってない。確かに危ないですね。まあ、でもね、住宅とか、はい、新築とかやったらやっぱり、足場があったりとか、はい、まあ、最高は落ちないんですか。最高は落ちたら燃えましょう。ぜひ落ちることを期待しましょうか。安全帯、安全帯はできることもありますね。うん、まあ、ちょっとここはやりにくいですね。ちょっとやりにくいですね。やりにくいなりに綺麗ですね。綺麗ですね。無駄がない。さすがプロの技ですね。あ、届きます。
ハトシなんですね。ハトシなんですね。今何してはるんですか。あ、ですね、あの牛の侵入とか、あ、鳥とかね、注意点とかあったりします。注意点は、まあ、シワとか行かないように持ってますけど、あまり見えないですよ、こっちから見えないですか。オッケーですね。おお、腕しか見えないな、ほぼオッケーです。あと完了です。0.100 というのが真空値なんですけど、はい、ここまでいったらポンプ側の弁を閉めて、はい、電源を落とします。はい、これでもしガスが漏れてる状態やったりすると、ここ空気が入るんで、そうっていう、そうです、そうです、ね、ここのゲージが動くんですよ、はいはいはい、これのチェックをしばらく、はい、そんな感じです。了解です。ものすごい顔やったで、真空引きが終了。終了して、最後に弁を開ける。弁を開けて、板を押す。これ手締めやとガスもですので、そう、ちゃんと入れ締めてやる。それガチガチには締めるでいいんですね。そうです。ガチガチ締めすぎるとネジ山潰れちゃうんで。ですよね。はい。ある程度。そうです、もう終わりですね。これやって、で下のなんかダクト、なんかホースみたいなのなんか巻いて終わりみたいな感じですかね。もうやっとかないな。サトシ運転して終わります。なるほど。試しに運転して。ありがとうございます。はい。じゃあ、良い日を過ごしてほしいですね。それ最高。浮いてんな、なんか足体幹が下すぎる。 OK、 次です。お疲れ様でした。完成、完成です。おはようございま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 す。夏場、夏場めっちゃ お父さんや。あ、お父さんや。キャタツってあります。キャタツってありますね。あ、ごめんなさい、ちょっと蛍光灯をつけないんです。今のかというと、あ、行きます。はい、同じように仕事関連してるまあまあね、そうですね、ちょっと器用な人しか行けない。これも自信ないことも言える。電気屋さんがやってくれる。マジで関連してるのか。便所の取り付けなのかな。僕は便所交換とかしたことない。あの、ウォシュレット、ウォシュレット、うわ、もうリフちゃうだな。楽しそうだよ。お疲れ様です。今日はあの田村家の日曜さんのエアコンを3台付けさせてもらいまして、ちょっと僕らの方もね出させてもらうんで。ありがとうございます。どんな内容でしょうか。ちょっとお楽しみにして、ね、ちょっと言えるような内容じゃないんで。残念チートが出てるんですもんね。ねうまいことスマイルをつけてくれてよかったんですか。さすがやわ。これはやっぱプロやな。ありがとうございます。ありがとうございます。なぜか電気もつけていただいた。ほんまや。一人ずつちょっと紹介していきたいと思うんで、まずお願いします。バーペックスという会社で、電気工事、空調工事やってる熊崎と申します。翔太です。僕らも YouTube チャンネルありまして、僕らのこう作業着とか腰道具とか、ちょっとかっこいいものを紹介させていただいたりとかして、若い世代の人たちが憧れるような建設業っていうのをちょっと目指して発信させていただきます。はい。じゃあ、サクッと一番若い一言、電気工事業界に向けて。電気工事業界に向けて。富電機の原田です。24歳です。これからの電気工事業界盛り上げていきたいと思っております。所存です。わかる。無理した無理した。無理。センキュー。よろしくお願いします。最年長。はい、最年長。最年長な。すいません、なんか初めまして。真野正史と申します。M スタイルという会社で今富電さんに応援でよく呼んでもらってます。で、まあ電気業界をこれからもバリバリ盛り上げたいと思いますし、
個人的にも、今、まぬけ TV っていう、YouTube チャンネルを、まあ、兄弟でやってるんですけども、まあ、これから個人でまだ僕も作業服、腰道具、で、あと釣りとか、まあ、楽しい配信をこれからバンバンしていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。なんて言ったんですか？ごめんなさい。じゃあ、まずはさん。あ、はい。ちょっと、この集まりや。ドジっ子やな。イナゴじゃん。イナゴの蹴り足。結構ひどい。はい、松田さゆりと申します。たびたびゆうさんのチャンネルには出させていただいてますが、普段は消防設備業の会社で、一社員として働いております。エアコン工事もあまりする機会がないので、こう、これはやばいいいっすよ、キャッチするのにもう早く食べてなかなかね、エアコン工事する機会ないので今回また、ね、貴重な経験させていただきました。ありがとうございました。また工事に消防設備点検に頑張っていきます、うん、よろしくお願いします。じゃあ、 こんな感じで皆さんのインスタとか、田村家さんの方で撮らせてもらったものも、リンクとか概要欄に貼っておきますのでぜひ皆さんのところに飛んでいってください。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです。元気やご